じゃあまずあそこから入ろう。リビング。まず探検してから。あ。みたいだね。アリエッティの住処みたい。ここで終わりかな。ここで終わり。めっちゃ小さいなんだ。入んないわ。やっぱ鍵閉めた？閉めてない。ずっとギュッてやってって言ってたじゃん。暑いね、うん、さあ、お茶を飲もう。さっきね、プレゼントでもらったお茶をね、ここで作ってない、スターヒルズ農園。遊び場じゃん、もうコピッチン。今日は夜ご飯、弁当ご飯。何がいいのか、お茶なくね。え、おかけ麺。あ、それレンジでチーズ。あ、開けちゃった。何分？500ワット5分。ほら蓋をしたままってなってるから、これもこうじゃないの。そうだね。蓋は どうなってたの。さあ、デコボココンビ。はい。ママ、これ500ワット5分。はい。減らがないから、あれ何で炒めるの。手で炒めて。これしかないんだよ。これで炒める。それじゃダメだ。だってないんだよ、ほんとに。箸でやるしかないんじゃない。箸？あ、箸ある？パパ、給食の時間です。美味しい給食いただきます。そうじゃなくて学校の言い方にした。ここをね、はい、電波入んないじゃん。デジタルデトックスしろって書いてあるの。なるほど。ちょっと僕たちには難しいな。ほら、でね、Wi-Fi も入んないの。はい。デジタルデトックスしないと。じゃあ僕今動画撮れないっす。パパ、あったんだ。これパパの。また一つの、ママ、そこで走らないで。いや、今日はお疲れ様でした。お疲れ。5時間、6時間6時間の移動、うん、運転、本当お疲れ様でした。走ったろか。もうパパヘロヘロだったもんね。ヘロヘロでした。着いた時にはね。ということで、いただきます。
乾杯。乾杯。乾杯。お疲れ。乾杯。乾杯。よく寝れました？ぐっすり？じゃあよかった。ママいたの？おはよう。はい、じゃあ行こう。おはようございます。おはよう、朝ごはんできてる。はい、ホットドッグとサラダね。おー、いいね、ヘルシーだね。アボカド、アボカド、トマト、うん、アボカド、トマト、サラダ、ホットドッグ。あ、それね。あったん？それ多分、1があったん。あったん？起きて。1回寝た時また起きて、うん、また寝た時にまた起きて。朝ごはん、ホットドッグ食べようかな。燃える？あーたん頑張れ。いっぱい拾ってくるんだぞ、あーたん。2日目のお昼はバーベキューです。せっかくだからね、台風が来る前に。あとはもっと美味しいお肉買いたかったんだけどね、近くのスーパーにはほとんど売ってなくてね。悪口？いいとこだよ、すごい。めっちゃぐっすり寝れたし。悪口？あれ気持ちかったよね、ベッド。うん。3泊目は同じ敷地のララの家っていうお家に今日は泊まります。移動しました。ちょっとね、夢の家が、もう今日は違うお客さんが入るということなので、値段も半分ぐらい。ここもね、お庭がすごい広くて、ジャグジーがあるらしいよ。ちょっと外、くるってみる？見てみる？そうだね。この上から行ってみる。ハンモックあるよ。なんか、この人さ、かわいいよって。そう、すごいかわいいお家なんでって。庭広いじゃん。庭広いね。ハンモックもあるね、やっぱね、こっちに。ほら。え？どんぐり。見てどんぐり。おお。ちょっと入るなら今のうちな感じするけどね。でも撮影しないとね、今日の分の。いい感じ、すごい気持ちよさそう。でも庭もすごいね、自然豊かで。ここもこういうやつだ。いいな、ここで紅茶飲むの。うん。あ、でも柔らかいよ、これ。ね。あと曲げられるこれ、多分。え、ほら、景色いいよ。本当だ。しっかりしてる。なんかいろいろ使われてる。トイレとか置く。ちゃんと階段あっていいね。電気ついてるね。こっちにはベッドがある。4人で寝れるくらい大きい。ベッド気持ちそう。トイレで。モニタリングで出てるんだ。で、ここは虫いないよね。ということで、今日はここで撮影をします。頑張りましょう。まあ、今日はね、1本しか撮らないから、撮ったらもうあと外で遊ぼう。